さん、こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。元気でしょうか。最近ね、映画館で映画を見ることってあんまりなくなったなぁと思って、まあ、見たい映画がないっていうのもね、映画館で見に行くっていうことはあんまりないんですけども、新エヴァが話題になってるようで、まあね、感想、見た人の感想をね、今 YouTube とかで有名 YouTuber の方がね、感想を言ってたりとかしています。まあね、ネタバレしないように含みを持たせている方々もいるけど、まあこれもね、賛否というか、面白かったっていう人もいれば、いまいちよくわかんないよねっていう人もいればっていう感じなのかな。どうなんだろう。まあそもそも論としては、私はね、そのエヴァ自体を見てないので、なんか難しいというなんか先入観もあるし、いろいろとね、そのエヴァ芸人、エヴァンゲリオン芸人じゃないけど、芸能人の人でも詳しい人がいるからね、その人たちの話を聞いたりとかしているんだけど、まあいまいちわかんない。でしかもね、エヴァンゲリオンも都市伝説系のねものにも取り入ってるっていうかさ、なんか都市伝説がいろいろと組み込まれているとかさ、なんかイルミナティ系の、イルミナティじゃなくてフリーメイソンか、フリーメイソンのなんか、なんだ、競技というかね、その意味合いがすごく取り込んでやるとかさ、いろいろと言われてて、まあ余計にこう難しいなとか思っちゃってて、だからまあ見ないようにっていうか、見てないというか、なんかね、一回見ただけではあまりその漫画アニメの意味合いとしてね、よくわかんないっていうのがあるんで、2回3回見るっていう人もいるからね。どうなんだろうね、評価としてはいいのかどうかなんだけど、まあそれでね、他の人たちの感想を見て、まあまだ見てない人は見に行くのか。でもツイッターなんかで見ると、2回3回見に行っていますよって、面白かったしっていうね方もいらっしゃるんで、まあそれなりにっていうか、ね、上から目線なんだけど、すごく面白いんだろうなっていうような、ねえ、やっぱね、全然ね、エヴァを最初から見ていない人が最後のね、今出てるやつを見に行ったんだけど、いや別に最初から見なくても最後のとこだけ見ても全然わかりますよっていう人もいれば、いやいや最初から見ようよっていう人がね、全部こうつながってこう来てるわけだから、最後まで見てもしょうがないじゃんっていうね方もいらっしゃるし、だからね、まあこれもね、どっちなんだろう、どっちなんだろうっていうかさ、ファンの方とそのにわかファンの対立になっちゃうんだよね。そうだと思う。皆さんどうなんだろう、見に行ったのかしら、なんか感想とかね、教えてほしいなと思います。どうでしょうか。もしよろしければね、ご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。